フタロニトリルとは、化学式 C6H42 の化合物。室温で開白色の結晶性固体。ベンゼン誘導体で2つのニトリル元を持つ。水に美容、アセトンニトロベンゼンベンゾニトリルに加用。フタロシアニン色素染具体、蛍光増白剤、増感剤として用いられる。毒物及び劇物取り締まり法の劇物に該当する。 1896年にヨハネスピノにより、O、アミノベンゾニトリルエニサンジオ、アショウ酸ナトリウム、塩酸から、オージシアノジアゾアミノベンゼンを合成する際の、副産物として得られた。最初の意図的合成は1907年、フタルアミドを無水酢酸と共に沸騰させることで、行われた。収率は低かったが、現在行われる、大規模合成の基礎となった。 バナジウムマイナスアンチモン酸化物触媒を用いたオーキシレンのアンモ酸化による単卵連続プロセスで製造できる。この方法は摂氏480度に加熱した流動相反の機内に機体のオーキシレンアンモニア酸素を吹き込むことで行われる。金属塩化物またはアルコキシドとフタロニトリルを混合して加熱することで フタロシアニン色素が生成する。反応は約摂氏180度で進行する。フタロニトリルのポリマーも開発されている。ガラス点移点を超える高温に耐え、防火性能はミル STD-2031 をクリアし、有害な揮発性物質も発生しない。ありがとうございます。